武藤彩音、美優彩音さんは、2023年現在は、セントフォースに所属する女性タレントです。2015年の大学在学中、地元の北海道日本ハムファイターズのチアリーディングチーム、ファイターズガールとしてデビュー。その後、2018年にモデル事務所アパスに所属すると、ファッション雑誌、キャムキャム、より北海道親善大使に任命されました。2020年には気象情報会社ウェザーニューズに入社し、気象キャスターとしてデビューすると人気を獲得し、2022年3月25日に退社しました。そんな武藤さんが2023年現在も可愛いと言われている件や整形疑惑について調べてみました。また、テレビ、東大王に出演し話題になった件や、ウェザーニュース時代に弟をトークのネタにしていたことなどもお伝えします。武藤彩音のプロフィール、本名、武藤彩音、生年月日。1996年、平成8年、8月31日。身長、166センチメートル。出身地、北海道札幌市。最終学歴、富士女子大学人間生活学部保育学科卒業。所属事務所、セントフォース。牧師、武藤彩音は現在、2023も可愛いが整形疑惑あり。東大王出演で注目。弟ネタが本人にバレた。武藤彩音は現在、2023も可愛いが整形疑惑あり。武藤彩音さんは、2015年に北海道日本ハムファイターズのチアリーディングチーム、ファイターズガールに所属してから、常に、可愛い、と言われ続けています。ファイターズガールには、小学校からダンスを習っていたので、踊りたい、という気持ちで入団したそうですが、日々体制の観客の前に出てパフォーマンスをしているうちに、人前に出る仕事がしたい、と思い始めたそうです。朝の情報番組、目覚ましテレビにも、可愛すぎるチアガール、として紹介されたり、モデル事務所やタレント事務所からのオファーが絶えず来ていたそうです。ファイターズガールには大学2年生まで所属しており、3年生になると北海道を中心にモデルの仕事を始めました。2年連続で札幌コレクションにもモデルとして出演し、大学卒業後もモデルとして活動していましたが、2020年にウェザーニューズのオーディションに合格し、拠点を東京に移しました。ウェザーニューズに気象キャスターとして活動を始めると、すぐにまた、可愛い、と話題になりました。朝から武藤彩音キャスターが可愛い、ヌー、アットヌニヌネノン、ジューン14、2020。ウェザーニューズ所属時代には多くのファンを獲得し、ウェザーニューズの女性気象キャスターが注目されるきっかけを作ったと言っても過言ではありません。武藤さんには、見た目の美しさ以上に、人の注目を集める才能があるのではないでしょうか。2022年9月12日に、芸能事務所、セントフォースに所属したことが発表されると、ニュースとして取り上げられました。そんな常に、可愛い、と話題になっている武藤さんですが、整形しているのでは、と言われています。綺麗な女性タレントや女優にはつきものの噂ですが、武藤さんがこれまでに整形手術を受けた、という情報はありません。整形している、と言っておられる方は、女子高校生時代の武藤さんとの見た目の違いを根拠として挙げられているようです。武藤さんは女子高校生時代に北海道のローカル番組の路上インタビューに答えていて、その時の映像が残っています。女子高生なので当然メイクもほぼしていなく、歯の矯正器具をつけているようでしたが、明らかに周りの女子高生とは違うオーラを放っています。整形している、説を唱えている方々は、
この映像を見て全然顔が違う、とおっしゃっているようです。メイクをしていない点や、歯の矯正を行っている点で、現在と見た目が違うのは当然だと思われるので、それを根拠に整形していると決めつけるのは少々強引ではないかと思われます。ちなみにこの時のインタビューでは、北海道日本ハムファイターズで好きな選手を女子高生に質問するというコーナーでしたが、武藤さんは鍵谷陽平選手が好きと答えていました。理由としては、同じ北海道出身であることと、顔が好きだそうです。この数年後にファイターズガールとして応援していた時には鍵谷選手もまだ北海道日本ハムファイターズにおられましたが、会うことはできたでしょうか。東大王出演で注目。武藤彩音さんは、まだウェザーニューズで気象キャスターを務めていた時に、CBS で放送されたクイズ番組、東大王に2度出演して注目を集めました。シャープ砂川深夜一軍昇格白秋水肌色2日水曜日夜7時のシャープ東大王は番組一の苦労人足跡砂川が一軍入り DJ 世界一ヘッドホンシャープクリーピーナッツのシャープ DJ 松永やお天気お姉さん太陽シャープ木島明日香シャープ武藤彩音など芸能人チームが得意ジャンルで東大王を追い詰める衝突、番組から重大なお知らせも口に手を当てた顔。ぜひお見逃しなくメピック .twitter.com スラッシュ CFX5BTRO9。東大王覚悟、アット東大王アンダーバー TBS、May 31, 2021。二度目に出演した2021年6月2日の東大王がオンエアされている時間帯、武藤さんはウェザーニューズに出演されており、自分で見ることができないので、すごくドキドキしています、と語っていました。武藤さんのファンの方々は、全国テレビに武藤さんが出て喜んでいる反面、ああ、全国に見つかってしまった、いや、もうドラマ出演してしまうのでは、と、武藤さんが遠い存在になってしまったように感じている方もいたようです。ですが、武藤さんは所属していた芸能人チームの勝利に大変貢献されたようで、その点においてはファンの方々も満足そうでした。弟ネタが本人にバレた、武藤彩音さんは、4人兄弟の長女で、妹が1人と弟が2人いらっしゃるそうです。一番下の弟とは15歳も離れているそうで、ウェザーニューズに出演している時はまだ小学生だったそうです。ですが、弟のことを紹介する際に、小学生の子供がいます、と間違えてしまい、あわや、隠し子がいる、と話題になってしまうところでした。そんな武藤さんは、弟のことをたびたびウェザーニューズの番組内でモノマネをしたり、エピソードを披露したりネタにしていましたが、ついに弟の親友いきさつで弟にバレてしまったそうです。怒られるかと思いきや、ネタにしてもいいよ、と言ってもらえたそうで、優しい弟でよかった、と言っていました。微笑ましい兄弟エピソードですね。